松山市一番町三丁目の晩水荘で渡辺智美個展が開かれています。渡辺智美さんは松山市出身の画家、グラフィックデザイナーで、愛媛県立松山北高校から武蔵野美術大学造形学部油絵学科を卒業しました。現在は水彩連盟の巡回員で、第46回ポルトガル美術賞展では優秀賞を、第74回水彩連盟展では奨励賞を受賞するなど活躍しています。松山では2回目の開催となる今回の個展、エバーエナジーというテーマで制作したアクリル画作品30点が並んでいます。私が描いているのは粒子の世界なんですけれど、この世の中の物質あるいは人、すべてのものが小さな粒子から成り立っているんですね。そういった粒子が実は意思を持って動いているというのは物理学会では証明されているんですけれど、そういった粒子の集まりの美しい色彩やフォルムを見ていただければと思います。もともと自然界から私はインスパイアを受けて絵を描いているんですけれど、その自然界の一番美しいと思われる色彩や形、そういったものを絵で表現できたらと思って描いております。本当に絵は感じるものであって、よく皆さん私の絵を見てわからないとおっしゃるんですけど、絵はわかるとか考えるものではないんですね。やはり心で感じていただきたいので、皆さんぜひ感じてください。細かなところまで美しさが光る作品をぜひご覧ください。渡辺智美個展は松山市一番町三丁目の晩水荘で8月19日土曜日まで開かれています。